はい、どうもたけしです。ぼくんでーす。いや、久しぶりですね。いや、ほんまや。いや、よかったー。生きてたー。ショートで、完全復活歌っちゃったじゃないですか。歌ってましたね。で、しかも近日重大発表ありみたいなことも言っちゃったじゃん。言ってたね。なんなん急に何も言わんの。ほぼあれも僕勝手にやっちゃった。見てなんかなと思ったよ。オフ会したい。オフ会？オフ会したい。イベントしたい。いっぱい人を集めたい。集まらんやん。集まれへん。集まらんかな。ライブ配信やってて。ライブ配信したよ。何人来た？6。誰来ん？いや、それはもうだって、700人ぐらい来るでしょ。来へんって。もうスマホ1個で来れるライブ配信に6人しか来へんかったやろ。全国集めて、全国から集めて。登録者5400人。その中の6人来てくれた。6人来てくれた。ありがとうございます。無理。無理かな。まあ別に、まあ、小さいおほかやったら、まあなんとかかき集めて。いやいや、もう小さないよ。どういうこと？もうなんか広場みたいなの借りて、もう YouTuber いっぱい呼んで、あ、YouTuber 呼ぶんや。呼ぶ。で、ブースとかも出した。企業さんの。企業さんの。メーカーの。来てくれやん。来るって。ほんまに？来る来る、絶対来る。え、じゃあ、フェスしたいわけ。フェスしたい。道草フェスしたいわけ。YouTuber いっぱい呼んで。呼んで。企業さんも呼んで。呼んで、呼んで。やんの？やる。大きく。大きくやる。やるか。やろう。できるもん。できる。もうだって呼んでるもん。誰？ AD 藤本。あ、知らん。え、存在は知ってるやろ。いや、存在は知ってるけど。あ、面識ないってこと。面識ない。あ、だ俺もない。俺もない。どう？え、勝手に言ってるだけ？あ、でも、一応確認だけと、メールした。はあ。もうじゃあいいっすよ。嘘やん。でもだからもうなんとかなるから。もう AD 藤本ちゃん来るから。大御所やん。大御所やな。来んの3万人おるから。もう絶対来る。道草のこの僕らのポテンシャルっていうのをしっかり認めていただいてるんで。なるほど。もう AD 藤本ちゃんもこっち側なんで。ほんまに言ってええやん。あんねん、ほんまに。来てんねん。まあ見せますけど。おーノーギャラ。あ、ちゃんとノーギャラですよ。はい、しっかりノーギャラ。ノーギャラです。ほんで、まあ今のところ行くつもりで考えていますと。ほうほう。ね、じゃ了解しました。出演決定ということでありがとうございます。藤本ちゃん参戦決定。イエーイ。決まりました。一人目ゲット。もう決まりました。あと、まあ、なんやって、今からコンポさんちょっと。コンポさんは遠いな。そうでしょ。うん。いや、だからもう今から生電話で。ほんまに。これもうガチで、ほんまにアポなし。アポなしで電話します。やば。いや、もうこの、やっぱもう、ガタンいかんと。さすがに。中国行ってたもん。まだでも編集してるから帰っては来てるか。今ちょっと電話繋がらんかったんですけど。なかったね。コンポさんももう呼びます。呼ぶ。コンポさんだってもう昔からもういつか会いたいなって。まあまあライブ配信だとかもね来てくれてたから。だから、来ます。場所は大阪。はいはい。和歌山でもやりたいんですけど、ちょっと遠いでしょ。まあアクセス的にもね、やっぱり人いっぱい来やすいところって言ったらもう大阪かなって。はいはい。まあちょっとそこ、大阪ってことだけ決めた。大阪の、大阪の大きい広場。大阪のなんか大きい広場。で、日程とかもまあまあ、まあ今年度中。今年度中。うん。まあまだまあちょっとある。まあ、計画段階やからね。うん、ちょっとまああれけど、まあとりあえず藤本ちゃんとコンポさんは来ます。はい。コンポさん来てくれる？ノーギャラやろ。ノーギャラやろ。足代だけとんでもなく。足代もそんな払えやんやん、うち。うち払えやんから、クラファンします。そう。
まあそんな感じで呼びたい人ね。あと、まあ、ナナ。あ、ナナナさん、うん、ナナも、でもナナもナナって言う、ナナももう来るでしょ、ナナって言う来てくれんのかな。ナナも、もう来るよ、ナナ来るよ。だってうちとナナの関係性で言ったらまあ同期やからな。同期同期、うん、まあナナもまあ一応予定、あの来てほしいな、来てほしいなリストやな。あー、そうやね、うん、まあ今のね、うん、あと誰、なんか今んとこおっさん3人3組と、うん、で7でしょ、はいはい、ちょっとあの弱い弱いとか色気ないな7だけじゃやっぱ、うん、いっぱいやっぱ女子はおった方がいいから。おっさんだよその発想が。キモジキモジ DJ DJ してる。まあそこら辺はまたなんかまあ皆さんのコメントとかでね、あの来てほしい人言ってもって担当の人でも、あの呼んでもうたら、あの言ってもらったら、うん、クラファンで。もう全員クラファンで、あの遠方の方クラファンで、あのなんとかします。で、なんともならんかったらもうそれまで、うん、ね、まあ来れる人だけ、来れる人だけで、ああええよ。一応ね、うん、あのほんまにガチ決まりしてんのはその藤本ちゃんと、うん、あと谷さんっていうね、もう誰も知らん YouTuber 自転車系 YouTuber で、谷さん、ええ人やったからね、ええ人やったから、うん、そうそう、あと一万倍橋さんっていうね、なんかインスタのなんか活動してる人、うん、はいはい、俺も終わったことないんやけど、企業さん分からん、あ分からん分からんけど、うん、ね、集めやなと思って必死になんかかけまくって、うん、一万倍橋さんもう即決でいいって言ってくれた。どういう業態の人かも分かんないですけど、チャリアなのか、うん、何なのか分かんないですけど、 あと女性用のエンさんさ、あ、マイさんね、マイ、うん、さんももうオッケー持ってます。あ、なるほど、はい、まあインスタグラマーの方で、あ、そうそうそう、うん、インフルエンサーだったらね、うん、来てくれたら、うん、スタッフタグを渡しといたらいいでしょ。そうやね。そんな感じで、まあ、うん、とにかくまあちょいちょいね集まってるんですよ、うん、やってたんやね、うん、企業さんとかは、まだ企業さんはさすがに決まってる、決まってる、決まってる、風鈴さん、あ、うちの知り合いの会社屋さんなんですけど、はい、その人にね、ちょっとね、協力してくれよ、はいはい、某ね、うん、某オリンピック選手のまあ、行くのはちょっと厳しいからと、うん、プレゼントで、はいはい、選手のサイン、おお、10枚、20枚ぐらい、結構やな、はい、まあ、そういうので、抽選会とかしても面白いかなと思う。あー、そうやね、あとは、まあ、まあ、ちょっとまだ確定ではないんで、はい、ちょっとメーカーさん、名前は言えないですけど、うん、自転車メーカーね、おー、はいはい、一応、2社ぐらいは、うん、まあ、前向きに検討してくれてますんで、はいはいはい、まあ、ここにね、うん、この大きい YouTube、 大きいというかいろんな YouTuber さん集まってきたらもっと盛り上がっていくかな。あー、やるやん、勝手にいろいろやってる。ごめんな。こっから先はもうほんまガチンコですから、はいはいはい、これだからあの開催に向けて全部動画撮っていきますから、うん、そうやね、あのアポ電話とか、はいはい、リアルな状況ね、うん、伝えていく感じで今後は、そうそうそう、だからまとめてちょっと、あ、まとめると、はい、フェスやります、フェスやります、はい、いろんな大手 YouTuber 呼びます、呼びます、はい、企業さんも来ますと、来ます、今さっきチラッと聞いた、自転車メーカーとかもね、うん、絶対知ってるから、うん、で、まあブースも出してくれるやろ、はい、で、抽選会の景品も出してくれます、あ、くれる、はい、うん、まあそんなこともある、はい、あと、まあ内容についてはどうですか、考えてるんですか。内容もね、ちょいちょい考えてる、うん、まあ、まだね、ちょっと先になるとか、まあ、はい、あくまでも案の状態なんやけど、うん、まあでも俺、もしやるんやったら、はいはい、あんまり、その、こういう自転車系のフェスとかって、うん、まあ、トークショーメインやんか、まあ、トークショーとか、そうやな、試乗会とか、はい、うん、だから、もっとこう、全体を巻き込んだイベントにできたらな、催し物が、あ、いいじゃないですか、やりましょう、うん、だからそういうのもちょっと、なんか YouTuber 対抗現地にいてるファンをこう分けて殴り合いするとか、ああいいですね。いいじゃないですか、うん、まあ、そんなんやったら面白いんちゃうね。今までにないフェスにしようってやるんやったらね、うん、聞いてよかった、そうそうそう、うん、皆さんが会いたいなと、うん、大阪で行ってまで会いたい YouTuber、うん、誰、もうだってこれでもう分からんかったらもうポシャるからね、シンプルやん、もうここで分かるから、この人来るんやったら行く、だからあんまりそういうのはどうなん、だってそれまでやんだ、しゃあないやん、もう分かるやん、もろに
うち真っ先にペケ食らう。うちだって主役ですから、ね、メイン MC やんか。誰も会いたくなくても俺らは主役だから、おるよ。俺らはおる。俺ら主催やから、ね。まあだから、まあそんな感じで、うん、もちろん、もうギャラはないから。ギャラないっすよ。それだってもう、藤本ちゃんがもうギャラなんですから。藤本ちゃん以下の登録者数はもう。そんなもん、言ってきた時点で、うん、できん。できんね。できんです。で、うん、言い忘れてたわ。はい。大テーマとして、うん、チャンネル登録者数合計15万人。はい、これ目指したい。ああ、まあまあ自転車で15万ったら、まあまあまあ、うん、うん、大変よ。大変でしょ。15万人、一つのチャンネルで15万あるとこ少ないでしょ。うん。だからそういう全員集めたら15万人。はいはいはい。これ行こう。いいね。うん。で、15万人集まって、ちょっと道草にね、15万人登録してくれたら。そうそうそう。みんなで登録し合ったら全員15万人になる。やば、自転車業界激震走り。激震走り。全員15万。参加した人は全員15万になりますから。このビッグウェーブ乗っといた方がいいっすよ。やばいな。ほんまに。うん。激アツイベントになってますから。まあいろんな意見もね、どしどし。まあ採用するかはさておき、参考にはさせてもらう。もちろんっすよ。なんかあったらね、はい、入れてもらえたら。これ来てるよ、ほんまに。いや来たな。復活一発目にやる内容ちゃうの。違う違う。うん、いつも思いつきで。もうでも、これであかんかったら、これであかんかったらもう引退です。引退をかける。えい。まあそれぐらいの。そうそう。でもこれで本末スタックだったら多分燃え尽きるわな。それぐらいの勢いでやりますっていう。はいはいはい。そんな感じで、うん、今年度中に大阪で、はいはい、合計15万人 YouTuber 集め、はい、どぎもを抜くような。どぎもを抜く。来てよかったと思える。はい。フェスに。はい。やっていきましょう、ね。笑いあり、涙あり。おお。そんな感じで。はい。やりますか。やりましょうよ、じゃあ。ほんまに面白いことやな。すごいプロジェクトやな。うん。クラファンも動かさない。クラファンのこと詳しい YouTuber なんかおったな。クラファン系 YouTuber。うん。ストラさん来てくれたら、だってもう。何万人やの人、6万人の誰もいじってないからな。そうや、うん、もううちぐらいでしょ、もうストラさん切り込めんの。特別席、特別席。ストラさんだけ特別席で。もうインパクトはなんかあるかもしれない。はい、もう脱線しまくりですけれども。勢いと妄想だけで作り上げていく、はいはいはい、道草フェス、はいはい、そんな感じで、はいはいはい、道草フェス頑張っていきましょうね。じゃ早速もうね、スパチャやってもうて、これ資金使ってください。いやほんまにほんまに、もう資金繰りが何より。まあでもなくてもできる限り、まあ何かは形にしよう。そうやね、ここまで言ったから。うん、こんな、なんやろ、会議室でもいいからやろう。やろうか。うん、やりますんで、やっていきます。それではそれでは、ありがとうございました。バイバーイ。